さあ、スーパーオートバトルマンクリアしたんでね、日本語化して遊んでいきましょう。さあ、今回はね、ユニティ製のゲームなんで、日本語化できてます。まあ、Google 翻訳なんでね、どれくらいこれでできるかなと。さあ、このゲームシナジーが大事なんで、そこはね、翻訳していく方が絶対いいんですけど、名前とかどうなるんだろう。文句。この辺はないかな。無理やりとかありそうだけど。さあ、文句は、こんな感じで、効果、速い、速度とマルチストリックを得ると。で、速いは 0.1 モラス獲得、スピード、スタックごとに。で、攻撃すると1スタック失うよと。で、マルチストリックが攻撃時に攻撃を再度、行うもので、これもスタックを消費する。で、それ以外だとこれだね。ファイヤー。強さ、ランダムな味方に与える。で、ボーナスダメージを得るですよね。で、すべての攻撃を削除する。ボーナスが消えるってことかな。で、スプラッシュ、すべての敵に削くことにダメージを与える。まあ、これね、前回使った、めっちゃ使いやすいやつ。で、ファストが、まあ、こいつと同じで、攻撃速度が上がるやつ。で、草は、回復、再生を得る。0.5 秒ごとにスタックごとに、回復するかな。1。スタックごとに説明しづらいね、これね。まあ、スタックごとに1回復するよと。で、使うごとに減っていく。で、毒。ユニットダメージ 0.5 秒ごとにスタック分のダメージを受ける。これも取り除かれていく。で、これ虫使ったね。シンプルに。攻撃後にシールドを得る。ね、フロント、一番前だね。で、アース。これ、トゲ。ヒット時、1ダメージ、攻撃者へのスタックごとに、与えるかな。これは、あれか、カウンター的なことなんですかね。スパイクみたいな。ダスク。で、アフターライフ、死んだ後だよね。死んだ時、復活します。健康スタックごとに。200、400、1200で復活ってことか。で、開始時に得る。はぁ、いや、見ないのよ、このキャラを。そもそもね。で、チャージ。エネルギースタックごとに、1ポイント、獲得しますと。何をだろう。攻撃なのかな。フィジカル。不自由なパンチ。攻撃時に適用する可能性が 20% あります。虚弱。ターゲットの背後にある敵へのスタックごとに。1200あった場合、20% の確率で1200ダメージなのかな。スタックごとにだもんね。消費はしないっぽいけど。まあ、文句かな。虫も氷も一応使ったからね、だいぶ。あ、レベルアップできるね。地面か炎。地球ね、地球。この場合だと。あー、なるほど。全然違うけど。捨ててしまってもいいな。右だね。あー、まあここはこの格闘がいけるね、物理的。で、まあスキルもね、それぞれ持ってるんでね。あ、これもいいんじゃない。あ、いよいよ。例えば、この新しい馬、こいつは、充電ですね。充電なの、早いとかなのかな。マックスエネルギーっていうのがあるから、まあ、攻撃なんだよね。攻撃力ではないだろうけど。で、こいつは毒。効果25。体力の高い敵に毒を与える。よし。まあ、行こう。これ使うか、1個。あ、毒ついたね。攻撃するとつくのかな。
あ、うわー、レベル上がるね。いや、これレベルいいな。で、これ何か起きてるんですか？ 20% でついてるか、ちょっと補足してみよう。一応3体にするか。さあ、一番上は経験値。で、50% ユニットを選択して獲得します。草タイプ。50% ユニットを選択して獲得します。氷タイプ。ね、これが、ね、いいのが来たことがないよね。申し訳ないけども。タイプが合わないですね。この先で行こう。右だな。こいつを売る。ああ、まあグラバーかな。文句は全員が倍だね。さあ3で400与えるんですか。400不自由なパンチ。400脆弱与えるのかな。爆発します。死亡時に200ダメージ相手に与えるってことか。はいはいはい。まああんまり使えないんじゃない。もう使っとこうか。なんかあるかな効果。400のこの効果ある。火力が高いのかね。圧倒はしてるんだけど、こいつに格闘つけば面白いけど、こういうのはもう全部ね経験値に変えちゃおう。あ、来たよ。文句かな。ここは、あ、でも進化したね。3レベルにするにはでも2体欲しいよね。地面いる。いやでもこいつに格闘つけるのが一番いいよね。なんだろうなこれ。 20% で脆弱。で全体に攻撃力アップもつけてんのかな。さあ、どっち行こっかな。3みたいな。でもいやこの子上がるんだよね。上げよう。ランダムイベント、まあランダムイベント行こうか。草か氷。これはね結構得づらいね。37あと4回。この2人を2にするのは多分できると思うから行くか。あ、火つくね。火いいぞ。火こいつなら、まあダメージ受けやすくなるけど、このゲームにおいてはね相性がマイナスはないからね。お、なんか新しいの来た。毒。あ、毒いけるか。虫、こいつじゃあ捨てるか。毒は多分毒がつくんだよね。5つくのか。あんまりな気はするけど。勝手に使おうかな。じゃあ、ちなみにちょっと止めて。この子は、レベルじゃこういうのは変わらないんだね。早いを得る。マルチストリックを得る。毒つけられたぞ。いいね、強いな。この400効いてんのかな。よしよし。あ、お前か。お前か。そうか。あー、こっちいいかもしんないな。でもどうせ30ならこっちの方が確実性があるよね。あ、でも2回出るぞ。あ、こっちの方がいいかもしんないな。でこいつ一番前ありえなくない。唯一ありえないね。これは全ての敵に減衰。
0.5 秒ごとにスタックダメージは6か。6のことかな。あ、これこいつのやつだね。つけるか。あんま効かないのかな。あ、火や、あー、そんな効かないんだ。こいつ強いな、こいつ。3レベルか ?2 レベルか。相性だね、相性。よし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 。そいつ倒せばいけるぞ。 OK、 結構危なかったけど。まあ、これは連戦でいくか。あれあんま出ないな、こっちやな。うん、それしかないね。申し込み、これも行かなくていいんじゃない、こいつ。あ、いいね、来たよこれで。一応揃った。でこれはもう10、あ、15結構あるな、よく考えると。さあ1200、効果3倍になったわけだ。あ、これこれだね、これついてるついてる。効果が分かんない。3600の脆弱がついてるけど。あー、やっぱダメージ受けやすいね。でもたまにしかつかないな。え、全然つかないね、ほら。あー、さっきじゃだいぶついたのか。あー、でも今ついたね。もうどうせこれ進化しないっしょ。経験値でいこうか。これ右行きます。右の方がみんなが出るね。相性はいいんじゃないですか。これめっちゃ強くない、この1200のデバフ。あ、ついたついたついた。でこれ一撃ほら強っ。強いね。誰が今、こい、あ、でもみんな2レベルなら上がりそうなのはこれだね、唯一で。一体もうなったから、ここで、ああ、もう無理か。レストエリアで水が、最後どうせ相性ないからな。どうせもう進化もしないか。水、うん、意味ないですから、まあ、経験値にしとこうかな、一応。さあ、これね、早めにこれ前倒したいな。全部使って使って全部使ったら一瞬で。これでいける、これで。あと見るだけ。デバフつくから2列目のやつはすぐ死ぬね。早く早く早く倒して、早く早く早く。オッケーオッケー、つけろつけろつけろ。爆弾があるからね、爆弾があるから。前が死んだら結構痛いぞ。よし、いよいよ追加ダメージ。うん、20% がちょっと低いな。ついたついた。強え。つけば強い、つけば。よし。殴り倒した。おお、いっぱい増えたね。さあ、レベル最高までいけると安定してくるね。さあ、今回は、もう途中、最後の方まで分かんなかった。マッスル、フィジカルタイプ。まさかなるデバフでしたね。あれがついてると、あの数字分かな、多分ダメージ受けるみたいで。1200だと 20% で1200ダメージが後ろにつくというものみたい。
スプラッシュとかの方がね、安定的に全体の値入れて、ね、集団戦だと強いけど、確定だしね。まあ、これボス戦でいいかもしれないね。他の、ここにうまくスプラッシュがつけば、前のやつもすぐ倒していけるんだけど、20% っていうのがちょっとネックですね。